もう寝てしまってソファでさ、いろいろ SNS を更新しなきゃと思って言ってたらさ、いつの間にか眠ってて、起きたらね朝の4時だった。ごめんね、なんかさ、ショールーム後でやろうってさメールで言ってたのにさ、でごめんね待たせてさ来ねえじゃんあいつって思ったでしょ。申し訳ない、本当にごめん。無駄な時間を皆さんに使わせてしまった、ごめんね。レジまでワクワクしてた、わー申し訳ない、本当にごめん。でもちょっと私今からお仕事行かないとなので、夜にやろうかな、また。今日もね、昨日は皆さん来てくれてありがとう。ああ、そんなこと聞いたらちょっと罪悪感感じちゃうごめん本当に申し訳ない、罪悪感すごいんだけど、本当ごめんなさい。そうです、お仕事です。あとこれからミラモンの放送がありますね。今お風呂上がったばっかりなの焦って入った、久しぶりに寝落ちして朝やばいと思った。全然出発の時間あれなんだけど、ちょっと早めに行きたいので、もうそろそろ行こうと思って。朝風呂、今アンロケ茨城編の DVD 見てました。朝から見てくれてるの？アンロケ？嬉しい。ね、そうだね。久しぶりの朝配信だね。もっと余裕持ってやりたかったんだけど。家でもそんなおしゃれな、おしゃれかな？でも確かに新しいお洋服着てるかも。かわいいよね。ここが空いてる、そう、首詰まってるやつ嫌だからちょっと空いてるやつをね着てさっきブログにコメントした、そう一生懸命ブログ書いてたら眠くなっちゃった部屋着というか、お出かけに使える感じのシャツ。後ろの緑、あーこれね、ツツジ、銅弾ツツジ好きなの。本当はね、なんか業務用ぐらいの大きいやつをが欲しかったんだけど、持ち帰るのが大変だからちょっとね、ちっちゃいので今回は諦めた。なかなか売ってくれないんだよね大きいのって。結構店頭に置いてても、その装飾というか、なんて言うんだろう、販売用では置いてないから、そう大きいなっていいなと思ってもね、なかなか、あーこれちょっと飾ってるディスプレイ用なんですよねって感じで。昨日お代理の配信に、昨日はね見てない気がする。おとといぐらいの見てたけど、昨日は見てないな。なんか面白いこと話してた？あれ昨日はいたかな。なんだと、偽物が現れたのか。あ偽ぬる偽ぬる。おとといはね見てたよ。その配信スタイルは何なん。あ、手がかぶってるから変な風に見えちゃったのかな。でもね、ベッドの上でやってるの。仕事でーす、今日。今日楽しみだな。K
ケイト、ケイトじゃない、ケイコとかもあるんだけど、でね、自分が楽しみにしていたところを練習したりするから、今日はモチベーション高いよ今日楽しみ。8月だね、今日ね。5分くらいはできるかな。今日夜何時にやろう。日曜日だからそんなね、遅くなっちゃったりだ。稽古の時もメイク、してる時としてない時があるな。今の時間多分見てない人たくさんいるかなと思ったから、夜にしようかなと思って。水分補給してね。うん、みんなも。朝ごはんまだ食べてないんだよね。どうしよう、野菜しかない。レタスとか玉ねぎとかきゅうりとか、お肉系がね冷蔵庫になくてね、ちょっとどうしようと思ってきゅうり、キュウリバカにされるみんなにメールでも言ったけどさ、こないだのさメール、みんなメール見てるかな。こないだお稽古の時に声の発声の練習やってて、ちょっとみんなメール見てる前提でちょっと話すね今は発声の時に、なんか自分の好きなもの、食べ物でなんか声の出し方を4段階でやっていくみたいなお稽古、ワークショップをやったのね。演出家の丸尾さんがこう見てくださってて、そのワークショップ教えてくれて、いろいろでさ、みんなさ、いろいろ言うの。何かが好きとか、私はハンバーグが好きとかさ、あと何があったっけかな、マック、ナナさんはね、私はマックに行きたいとか、あ、いいねいいねって感じで、そう、あ、じゃあ私の好きなものか、私の好きなものあれだなと思って、1のは2のは3のは4のはって段階があってね。1のは結構一人で語るみたいな、そういうのでよかったから、すごい真面目な稽古だったからね、ひなっぽくね、こう、私はキュウリが好き、知らんがな、えみたいなキュウリが好きってすごい調子よく言ったら、丸尾さんに知らんがなって突っ込まれて、みんなの時何も突っ込まなかったのに、私の時だけなんでそんな当たりが、キュウリへの当たりがすごい強くて結構他にもさ、ツッコミどころ多い人いたような気がしたのに、いや私もちょっと笑った笑いそうになった。一生懸命次のさ、次は誰かに向けてのキュウリが好きとかそういうの考えてたからさ、キュウリが好き知らんかなそのまま続けたけど、滑ってはないだって滑ってはないけど、なんでさ私の時だけって、すごい面白かったよ。ひなだったからやりやすいねキュウリが好き、キュウリが好きなんだ、
私は浅漬けのきゅうりも好きみたいな段階で面白かった。ケイニヒさんはツルトンタンって言ってた。ネロさん、ネロさんはマック。あと何やったっけな、食べ物で言うやつと今自分が何したいのか。 A グループと B グループに分かれてやってた本当にツルトンタン知らなかった。一番最初にツルトンタンっていうことを場を聞いたのは一番最初の告知配信の時、ネロケニヒターゼントヌルでやってた時にツルトンタンって言ってて、ってすごい面白かったけど、ツルトンタンっていう食べ物があるんだって思ってて、でもきっとなんか名前的に和食系のなんかなんだろうなと思ってたんだけど、ツルトンタンって何なんだろうと思ったらお店の名前だ。だからサイゼリアとかデニーズみたいな、そういうことだよね。そう、大好物はツルトンタンって言ったから食べ物だと思ったの。そうだってツルトン、あ違う、そうじゃなくて大好物はサイゼリアって言ったらさ、サイゼリアっていう食べ物があるって思うじゃん、思わないそうそう、だからそう思っちゃった。でも勉強になりました。お店の名前っていうことが分かりました。そんな話をしていたら私はもうお家を出る時間になってしまったので、また夜にやっていきます。じゃあ未来モンスター見てね。お仕事頑張ってきます。前髪がモサモサ、ドライヤーしたばっかりだからモサモサになっちゃった。何時、そうだよね、みんな待って、そんな何時って言われるとめっちゃすごいことを語る人みたいになっちゃう、どうしよう。そんなみんなの期待に応えられるような配信じゃないけど何時にしようか。19時とか20時とかでも用意。19時から21時とかその辺でちょっとやりたいと思ってる。あ、やばい、違う。そう、じゃあ1日2回だって配信じゃあまた後で会おうね。うん、じゃあね、後でメール送るね。じゃあ一回切ります。足音いってきます。